竹内博11月3日隊は日本の芸術家、美術家、クリエイター、造形作家、岐阜県田見市出身。2021年現在大阪府茨城市在住。サンドブラストによるガラス工芸を開発した人物。8人兄弟の末っ子。父親は陶芸作家ランヤマ、母親が作動家で、兄弟は陶芸家や建築家である。出生は 東京都元世田谷区である。幼少期、岐阜県田地市に、家族転居し、陶工業の急須発送を手伝う、兄の発案で急須の継ぎ口に、ビニールが付けられるようになる。母親に、佐藤の手ほどきを受ける。時代は、陶器、時期、クリスタルガラスの研究、戦中から、戦後の頃である。大量生産技術から美術品まで生まれる、時代、陶芸、ガラス、絵。 建築は身近なものであった。イタリアのガラス工場でサンドブラスト用に長年研究していた服装のかぶせガラスの技法を世界で初めて成功させた。その後、多層外かぶせガラスを自らぶ規制し、1978年ドイツにて精緻なサンドブラストのガラス工芸品を世界に発表。日本の原風景や動植物の生態を研究し、 忠実に彫刻することを作風としている。東華門、平田坪陶器、日本画、写真、建築、デザインを学び、大阪の大手ガラス会社、仮名ガラス株式会社にグラフィックデザイナーとして入社。その後、インダストリアルデザインに変更し、多ジャンルにわたり活動する。その傍ら、サントリー、資生堂など多くのデザインを手掛け、資生堂では、梅田東映会館、 阪急18番街の資生堂美容室でフェイシャル、ボディヘアーのデザインやデッサンを指導。加盟ガラス株式会社退社後、ガラス工芸作家として活動。後継者育成のため、門戸を開き国内外に技法を指導し多くの門下生を世に排出。竹内博士がサラリーマン時代にサンドブラストガラス工芸の開発を初めて34年、日本国内で サンドブラストに関わる人口は20万人とも30万人とも言われている。竹内博士の文化生をはじめ、孫弟子や創尊弟子など多くのサンドブラスト作家が、日展や伝統工芸の一翼を担うようになった。ありがとうございます。